コーラとは、日本の婦人運動家、平和運動家、政治家。筆名は、コーラと子。富山県生まれ。旧姓は和田。父は、土佐藩士の子で、アメリカ帰りの土木医師、内務官僚。母は、養蚕家、田島屋平の孫娘で、婦人運動家。県立第一神戸高等女学校、日本女子大学英文科卒業。コロンビア大学。 ジョンズ・ホップキンス大学で心理学を専攻、日本女性として初めて博士号を取得した。学位論文の題は、アンエクスペリメンタル、スタディー・オブ・ハンガー・イン・イッツ・リレーション・ツー・アクティビティ。インドの詩人ラビンド・ラナート・タゴールと親しかった。日本の夫人の進歩のために働いてほしいという母の頼みで帰国した後、九州帝国大学医学部精神科の研究員として採用される。 4年ほどして助教授に推薦されるが、未婚の女性が男子学生に教えるなどとんでもないという見述べ、辰吉の反対により、九州帝国大学を去る。母校の日本女子大教授となり、1929年、森田両方の精神科医で後に、東京時計会以下大学名誉教授となるコーラ・甲羅武久と結婚する。戦時中は、 大勢翼3回中央協力会議プジン代表。戦後、1947年の第1回参議院議員通常選挙に民主党から出馬し当選。1949年緑風会に移籍し、参議院議員を2期12年間務めた。1952年、パリで開かれたユネスコ会議、続いて4月にモスクワで開催された世界経済会議にも参加。 ホアシ系、宮古式スケラと共に、ソ連に渡航したコーラは、中国代表の招請を受け、同年5月に、中国北京を訪問した。モスクワ滞在中には、日本人抑留者に会いたいと、ソ連側に働きかけ、実際ハバロフスクの第21文章を訪れて、日本人抑留者と面会した。この時収容所では、健康な抑留者を a 外作業に出し、 重症患者は別の病院に移すなどの工作が行われ、コーラの他の収容者はどうしたのかとの問いに対し、所長は日曜日なので皆、魚釣りか、町へ映画を見に行ったと答えている。また、戦時中にソ連に亡命して、生死不明になっていた女優、岡田義子の生存を確認し、日本のメディアに伝えたのもコーラである。1953年、 日本婦人団体連合会副会長。1980年、タゴール生誕120年にあたる、この年、市政タゴール像設立委員会で、日本タゴール協会長として、中心的な役割を務め、長野県軽井沢町の薄い峠の見原次第に、高田広厚作、タゴール像を建立した。娘は、詩人のコーラルミコで、母の業績をまとめている。ありがとうございます。